岡ヤフオクドームです。福岡ソフトバンクホークス対オリックスバファローズのゲームです。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目してらっしゃいますか？そうですね、僕は一番、表情ですかね。一番表情に出やすいと思いますね。あ、表情ですか。ぜひ今日は表情を見ていきましょう。バッターボックスは4番デスパイネ。ホークスこの回1点を入れています。さあ先制に成功、なおも追加点のチャンスを迎えています。いやー、見事な集中打ですね。どんどん続いてほしいですよね。はい、さらに続けていきたいところ。打った、伸びていく、どうだ、入れば貴重な追加点、届いた、スリーランホームランが出ました。素晴らしい一振りでした。初球でした、きっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ。追加点が入りました。ソフトバンクホークス4対0、主砲の一振り。試合を制したのはソフトバンクホークスです。今日は赤星さん、打撃で圧倒しましたね。打つべき人が打ってくれましたし、これでまたチームが乗ってくるんじゃないですかね。そうですね、チームに流れを呼び込む今日の勝利でした。勝ったホークス、大量点を取って大勝ということになりました。一方のオリックスバファローズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはホークスが快勝ということになりました。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで福岡ヤフオクドームから失礼します。本日はご来場くださいましてありがとうございました。お忘れ物のございませんよう、もう一度お席付近をよくお確かめの上、お気をつけてお帰りください。本日は最後までご観戦くださいましてありがとうございました。Thank you.